コメントも来ればかかった。はい、始まりました。今日もすごいメンバーですね自己紹介からまず始めましょうか。はい、はい、じゃあ今日ねちょっとね不思議な人がいるからねちょっと不思議な人がいるからね。まずはまあセナさん。はい、セナです。お願いします。元気です。海外投稿してたわね。そうですね、パラオに行っておりました、ね、はい、日焼けせずに帰ってきました。はい、帰ってきました。はい、で、はい、皆さん大好きな山田が帰ってまいりました。はい、お願いします。謎の山田、今日すごいですね。サングラス、ビッチって書いてありますね。はい、はい、そうです。ビッチにマスクってね、はい、怪しい、はい、ますます謎です。トッカーがめちゃくちゃ可愛いんですよ、本当に。ありがとうございます。もったいないね。はい、で、そして、みんな、何はい、ミチェルさんです。イエーイ。ミチェルさん、あの、MO さんじゃないんですよ。今回はね、ちょっとイケメン連れてきちゃおう。変態イケメンさんを。そうです、うん、変態イケメンさんで、今日の朝すっきりしてきたんだよね。はい、もちろんやってきました。もうちょっと声張らないと、みちゅるさん。今日のダミーになんかこう出るって聞いちゃったので、うん、やっぱりね、聞かれるんだろうなと思って準備してきた。そう、準備してきた感じ。面白いですねなので、あの、本日のエロトークなんですが、みちゅるさんはこうゲストで来ていただいたので、男性目線の変態話とか、いろんなことを聞いていこうかなと、そういうふうに思っております。よろしいですかね、みちゅるさん。ね、お願いします。はい、はい、なんかコメント来てますか。来てますね。みちゅるってなんだって来てますねなんだみちゅるさん、なんだ。マチュピチュから来た、変態です本名なのよね、みちゅるさん、ね、本名です、もちろん、はい、そうなんですよ。すごい、アンナさん来てますよ。アンナさん、うん、女ですが大ファンです。ファンですって来てます。アンナさんも、アンナさんも、すごい大好きです。ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。ね、ちょっと前回金髪でね、髪の毛飛び飛びだったんですけどね、今日黒くしてきましたよ。大人の雰囲気が漂っておりますね。ありがとうございます。素敵です。ありがとうございます。これ奴隷じゃなさそうっていうのは、うんうんうん、あ、ミチェルさんが。奴隷じゃないですね、うん、あの、どっちかっていうと、ね、S とか M とかそういうカテゴリーじゃなくて、変態っていうカテゴリー。気持ちいい方です、うん、快楽主義だよ ね、 ね、 ちょっとね、むしろ S 臭いとか。あ ー、 あー、でも見た感じそんな感じですよね、うん、確かに、うんうん、だ、私は、あの、みちゅるさん初めましてなんですけど、セナ、うん、さん、山田ちゃんは、うん、昔からのお友達、はい、お友達なんですよ、はい、変態仲間で、ね、あの、お話が合うっていうところでは、うん、あの、M とかじゃなくって、どっちかというと S 寄りなんじゃないかな、うん、あと快楽主義寄りなのかなと思って、うん、そうです、面白い、うん映ってるよ、映ってるよイケメンさんですね、本当ね、うん、あの、鼻のラインとかすごい、ね、鼻が高いね、羨ましい。おかげさまで、おかげさまで、おかげさまで。整形されてるわけじゃないですよね。いや、もうする必要ないですね何それ、すごい羨ましい。整形はしてないけど、耳の穴がすごい大きく、そうですね、あの、貫いてますよね。そうですあの、ここでは見せれないですけど、もっとすごいところもあります。おお、どこですか、どこですか、どこだ、話しちゃってください。気になる、あ、まだ、なんか後の、まあ、段階踏んでほうがなるほど、さすが山田です。いきなり、なんでちょっとね、そうですね、そうですね、山田さすがです。コメントがいっぱい来てますね。ミチェルさん、バンドとかやってますかとかも来てます。あ、ビジュアル系っぽいからね、うん、なんかやってそうですよね、うん、いや、バンドはやってないですね。本当はやってないんですけど、まあ、ウィキエとか来てますよ。ウィキエではなくオリジナルです。オリジナルごめん、飲みますそうね、すごいイケメンさんで、今日なんかコメントすごいですね、すごい、爆発的にすごいですね。アンナさん、今日イメージがいつもと違って、うん、いいですね。嬉しい、こっちの髪の方がいいですよって書いてあります、ね、ありがとうございます。ちょっとね、あの、本当、あの、今年流行りのピンク系の、あの、ベージュの、うん、落ち着いた色にしようとしたら、
ピンクが流行らなかったんですね。あのこの前金髪すぎちゃって、ああそういうのがあるんですね。そうだからトーンダウンするって言ったらもう黒をメインにいっぱい入れないといけないってなってしまいまして、いいです、素敵です。またあの2週間後髪色変わりますので楽しみにしてください。ちょっとずつ変えていきますのでね。まあ、飲みっぷりのいいミチェルさんがいますね。おー、開けました。今日はどんな話をしましょうか。今日ですね、もうミチェルさんメインでいいんじゃないかな。やだー、せっかくいるんで私も気になることもあったりしてるんで、せっかくね出ていただいてるのでですね。いや、こう見てもちょっとシャイなんで。マジかよ。あのシャイないとその座り方しませんからね。そうですね、いろいろ聞きたいことが、聞きたいこといっぱいありますね。どんな聞いちゃってください。そう、質問ください。ちょっと待ってよね。なんだとなんだと、ちょっと待ってね。山田さん、夏服バージョン。じゃあ今度、次回あの今度ブレザーバージョンにしましょうか。半袖のね、そう、夏服にね。そうですね、ちょっとね。ものすごいいやコメントきました。女の私はどうしたらアンナさんに会えますか。あ、M 性感デリバリーに電話してください。ご予約取ってください。お客様として来てください。私も女の子歓迎します。はい、男性中性変態何でもござれでございます。よろしくお願いします。待ってるよ。何でもござれっていうのが素敵ですね。なかなかねこういう機会じゃないと話せませんから、変態話っていうのは。あ、でもね、みちゃみさんすごいよ。ハイドって入ってるもんね。やったね。もう歌っちゃえば。そうですね。しかもね、多分これね、おさおのこと言ってますね。みちゃるさんのおさおのこと。チンコ言ってんのかって書いてある。言ってんのか。じゃあそれお話ししてあげた方がいいじゃないですか。何回踏まずにも。え、それ開けてもらった人とかも。はいはい、いやもうお好きにどうぞ。もうどうぞ喋ってください。いや、なんか、まあチンチンにピアスなんだけど、なんだけど、あのずっと昔からの夢で、はい、あの開けたかったんですよ。ただなんか、すんごい痛いなと思って、で自分はその入れ墨とかいっぱい、まあ、いじってるんだけど、もうなんか開けるまで多分8年10年ぐらいかかってるんだけど、そのずっと昔から痛い痛いみたいなの聞いてて、でも最終的に今日開けようみたいな、スーパーベロベロで、まとわる人に頼んで、まあ俺の隣の隣にいる方なんだけど、はい、私がチンコに開けました。開けた方に、ミチェルさんのおちんちんにゴム手袋してグサッと、すっごい痛そうだった。いくよって、いくよってグサッと、もうなんかもう映画化のようにもう空向いてもう叫んでた、ね、すごいね、血まみどろだった。だってお酒飲んでるから余計に血が出る。そう、シックスパック飲んでた、そういう気持ち。まあ、その後多分ね、あの女性用のね、あの生理ナプキンしてたんでしょうけどね。きっとね。ね、ハリプレイのイメージでグサッと行きました、ね。すごいね、まあ。あ、じゃあもう先生のような。いや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 。ね、それぐらいこう仲良しってことだよね。そうだね。ハリプレイですね。ハリプレイとか好きなんですか？ハリプレイ。あ、でもそうだ、あれ見せてあげたらいいじゃん。あの乳首にピアスも開いてるじゃなかったですか？宇宙ステーションに行ってて、早くなっちゃってさ。何何何何何何何撮っちゃったってこと？そう、撮っちゃった。撮っちゃったね。あ、なんで見たかったね。みたいな好きなんだ。ガンシムシティのなら全然見せる。あ、でもダメかな、それはさすがにダメじゃないかな。ちょっと、ミチェルさん、あの、結構来てるよ。ギリギリまで、ギリギリまで。あのね、ハイドに行ってるねとかね。どうも、大丈夫。気移しかとかね。あれ、確かですね。やった。で、しかもあのチーコのお話の時にギャー怖えって入ってますね。マジ嘘って。いや、すごい痛そうだった。確かに絶対痛いと思う。一番感じるところっていうかね、祈祷、祈祷に開けました、ニコで。ね、祈祷に。こう、こうあって、あの、これが祈祷だったら、眉毛ピ、眉毛にピアス、あの、狩り、狩りのところとか。ああ、ちょっと聞いていいですか？うん、なんで開けたくなったんですか？それはまあ相手のために。マジか。相手のために。でも、そうじゃん。だからその要は自分たち開けたら痛いじゃん。痛いね。でもさ、それ開けとってもしかしたらワンチャンね、それで喜んでくれる方もいるわけだし。何そのなんかやりちん発言。なんかすごい。やりちんとセックス大好きはちょっと違うと俺はもう。え、じゃあそれ開けて女の子に入れてどうでした？
や僕はバチ大活躍。やっぱ当たるんだ。当たるんだ。あなんかそのまあ動き方にもよるんだけど、え何動き方にもよるんだ。なんでこんなことだろう。なんか動き方にもよるんだけどその何あの。え、ちょっと待って、やめようよ。まあ、当たるんだよね。まあ、要は、マッピーの G スポットにちょうど当たる、そんな感じですね。感じの。まあ、でも動き方は大事ですよ。変な動き方。いや、でもこれ本当だから。いや、なんかちょっと本当に。いや、絵に描いてみて、チンポのピアスってありますけど。絵に描いてみてやって。絵に描いてみてって書いてある。何もないからね、あの描きようがないんですけどね。そうだから。何かありますか？ありました。さすがです。ただね、問題、ペンがない。今ね、あのスタッフさんがね、あわあわしてますね。見てるわ、誰来てますね。はい、これ、消しゴム。ミチェル君は宇宙人。はい、宇宙人。はい、じゃあ、ミチェルさん。あ、はい。間違ったらこれ、リアルな感じで書いていいですか？リアル。いいんじゃないですか？これが消すやつね。ミチェルさんドライバーじゃないです。友人です。私と山田の友人。はい、こっちか。友人です、ミチェルさんは。超リアルに書いてる。絵心半端ねえ。彫り師やってるんですよ、ミチェルさん。なので絵もちょっと上手です。なるほど。え、じゃあ自分で彫ったりもできるのかしら。ちょっちゅうやってますよね。まあすごいね。あの私の奴隷にタトゥーを入れてもらいました。じゃあいいし。しかも、せーなとか書いておくだろう。それがなく、せーなみたいな。名前はね。でも、いましたよ、昔。あの、エモーさんで、歴代の上手なのを、焼き印を入れてる人。素敵です。あの、お願いだから、アンナは入れないでと思いましたけど、入ってましたね。うわでも、ちょっと愛を感じる。愛を感じる。愛を感じるけど、お前、どんだけの女王様にやられてんだっていうね。まあ、見捨てられてきたってことでしょうね。焼き印まで入れるんだったらちょっと頑張れよっていうところですけど、ここから行って、私ここら辺にありましたもんね、その子の名前。やだ。多分今をこれまで言ってんじゃないかな。私ここにせーなって入れてほしい、ドレイク。焼き十分で押してあげたい。できました。すごい。よりでめちゃくちゃなんかリアル。すごい上手。ここにたまに2個輪っかで、こう、人2個なんだけど、手が上手すぎるんだけど。そう、すみません。あの、本当はもうちょっと長いんだけど、まぁ、ちょっとこれちっちゃいから干渉ね。そう、にしてみた。まぁ、分かるかな。そういうことね。しかも、あの、おたまたまに毛があるのかな、これは。いや、これ本当はないです。本当はもう、ツルンツルンです。ただ、もう分かるように。あ、分かりやすいよ。皆様に分かるように。面白い。もう一回これ、はい、10年間、ツルンツルンです。取ってんの、抜いてんの。ちょっとペンと、これをじゃあ、痛そうね、リアルに2つ入ってるのね、ここにね。じゃあここにこうちゃんと書いとかないと。が、みじる。ちゃんと書いとかないとね。そう、この2つを開けてあげました、私は。すごいとこやりました。見えるかな？人もよ。ここの、あ、ちょっと飛んじゃうわね。こっちのカメラでいきますか、じゃあ。うん、そう、私が開けたやつを。は、瀬名さんが開けたのが、その、あの、祈祷の2個かな。そうそうそう。ビビこね。そうそう、それを。で、ずっと。下のおたまたまのは、また違う人に開けてもらったのかな。自分で、ね、自分あ、私だっけ？忘れてた。ごめん、忘れてた。すぐ忘れちゃうから。ごめん。そうだっけ？なかなか忘れないですよ、それは。忘れますか？全て。私だっけ？全部だって。あの、私に対しては全て、瀬名様が。え、マジで？私が開けた？だから何もきっちりだらけだったよ。それ、お前4つも開けるだけだからそうなる。え、全然覚えてないよ、これ。1個開けたら全部開けろよ、みたいな。ね、これからどんどん増えていくことを願いますね。うん、ミチェルさんは何歳だって、うん、え、それ言っちゃうの？宇宙人だからね。そう、あの、そこは不思議にあの不思議ちゃんにしてるから、もう666歳です。89で、もうちょっとそれ、あの、悪魔ですね。ダミアン669歳。666、うん、まあ年なんてね、今さっき言ってたんですけど、称号なんで、うんうん、何歳とかも関係ないですよ。ただ、まあ、さっき言ってた
たんですけど、生き様は多分本当に666年分ぐらいあるんじゃないかなと思います。いろんな経験されてると思います。そこら辺の、ね、方よりもね、なんかいろいろと気になりますね、その経験の中でも、うんうん、ね、そのなんか変態な部分でのエロトークなんで、そうですね、最近どんなプレイハウスピアンですか。あ、性癖とか。それ聞きたい、聞きたい。うん、そうですね。ぶっちゃけリアルトークで。ぶっちゃけリアルトークで。エロトークですよ。なんか最近、あの、普通の施錠医じゃなくて、マグリ返しの施錠医なんだけど。マグリ返しの施錠医。そうそうそう。やってて、そうそう、かなりの。で、その男がこう、こうこうなるやつ。うん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 。で、やっとったら、もう15キロぐらい痩せちゃって。てかやりすぎなんですよ。ちょっと腹筋とかもう半端なくて。セックスダイエットだ。いやもう本当にガチ、もうその通り。あのお相手の女性も結構痩せたんじゃないですか、じゃあ。いや、あの結局そこはやっぱり動くのはこっちなんで。あ、でもなぜかいて汗かいちゃうという。まあまあ感じてるからだよね。まあ有酸素運動のしすぎということですからね、わかりやすく言えばね。まあまあ、我々があのペニバンつけてガーッて100キロ級のお客様とかお貸してる時も汗ダクダクになるんですけど、そういうのを日々やってらっしゃると、趣味のように。そうですね、男性大変ですよね。男性も大変だって本当に分かります。あのね、足から腰までパンパンに張りますからね。そう、膝がガクガクになります。私ペニバンで3時間お越しいただいて、もう勘弁してくれと思いながらも、でもあの攻めなきゃいけないから、ほらもっといい声出せよなんて言ってるけど、自分がもうダラダラで、もう無理みたいな、もう無理みたいな。グイグイしながらこうお皿をちょっとゴシゴシ、ね。結局もう私動けなくって動いてもらいますよ。あ、自分で。何を？私はこのままでいるからスペニパンで、ね、自分で動いてみたいな。はあはあはあ、自分で。あ、自分でね。そうそう、それでいいと思う。それいいと思う。そうそうそう、疲れるし。ね、うん、細身のね、エモーチャーだったらそう、こう、うん、わーってこっちでこうやって動かせるんですけど、ちょっと体格大きいともう動かないんですよね。ああ。そう、大変なのよ。大きい方、100キロ級はもう本当に。100キロ級も。私あの背が低いんで、うん、見た目よりも、あの背が高い方だと結構大変かな。69とかもプレー中もそうだし、女の子とかも背が高い子を犯したりとかすると結構足長えな多いって感じ、正常位でやってると。すごい。わかる。私あのペニバンつけて、うんうん、まあ、男性が仰向けでいる時って。うんうんうん、私は反対に背が高いんで、170あるじゃない。ペニバン結構下の方に入るでしょ。あの角度ですよね。そうだから難しい、確かに。足をこういう普通にこうやったら全然おたまたまぐらいのところに当たるんで、開脚に近い状態でこっちが、それで動くんで、すごい疲れる。もうなんか股割りみたいな状態になってる。股割り、痛い痛いって言いながらやってる。セックスダイエット、セックスダイエット、インアウトダイエット。そうです。またなって言ってますよ。あ、ありがとうございます。もうね、山田ちゃんズね大人気なんでね。いやいやいや、素顔が見たいってね、皆さんね、あの、これ無駄ですからね。通って働いてないんでね。そうですね。あ、ミチェルさんも、あの、誤解のないように言ってきますけど、当店で働いてる方ではないんです。やばいです、それがね。来てくださったボランティアの優しいね。出たいって言ってくれた。うん。なかなかね、あの、エモちゃんがね、そんなに来ないのね。今日のあの、エモちゃんは、前回に来てくれた、どうなったのかな。ねえ。なんか、宇宙に飛んで帰ったらしいですよ。そういうことか。そう。エモちゃんいなくてもね、やっぱりエモちゃんは喋らないから、喋、うん、れるミチェルさん、ね、面白いですね。エモお上手ですしね。イケメンだし。イケメンだし。そうそう、女性が見ててもたまんないんじゃない？特にこの煽りのね、あのカメラの時にね、こう、そう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 、見てあげて、見てあげて、かっこいい、かっこいい顔で。そうそうそう。素敵よ。素敵よ、あなた。素敵よ。あー、面白い、面白い、面白い。今日はね、すごい皆さん帰ってくれて、ね、嬉しいですね。山田巻き上げて、スカート巻き上げませんよ。私のこっちで。オールマイティッシュ。あのね、もう何でもありだね、ここ。もうなんだろう、これ同じ人が書いてますよね、絶対あの山田ファンは。ね、うん、山田ちゃんも本当にすごい可愛いんですよ。
なって思いました。面白いことにね、みんな一生懸命ここ一生懸命見てて全然見えないんですよね、コメントだ、全然必死ですこっちはもう、かっこいいって書いてますけど、うん、よかったね、きっとみちるさんのことそうですよね、ここタイムラグが多分あると思うんで、うん、今さっきの今流れてる感じがね、面白い、はぁはぁマジかい、もうすごいですよ、今日ハイドさんの名前がいっぱい出てるんですね、めちゃくちゃ出てますね、似てるイケメンっていうことだよ、うん、よかったね、ハイドを嫌いな女性は多分いないと思いますからね、セナちゃん黒か、セナちゃんじゃん、それ以上ダメよ、それ以上ダメよ、やめてね、そうだよ、うん、ちょっとサービス精神旺盛なんで、うん、それ以上見たい方は、うん、お店へ、お店へ、ね、うん、そう、もうペロンとね、うん、ペロンと見ますのでね、ペロンペロンペロン、はい、なんか話がなんかとんでもない方向に行ってますけどね、あの話がね、うん、なんか話、エロトークにガチのエロトークだ、そう、エロトークね、じゃあまあせっかくね来ていただいたんでね、みちるさんにね、あの、うん、これはちょっと変態だったなと思ったプレイとか、うん、思い出がありますね、すごく、うん、思い出、思い出、過去の思い出、いやもうありすぎです、もうありすぎとかな、じゃあ一番この最近で、うん、最近の変態プレイ、うん、今日の朝何してきたんだよなんか。でも普通かな、うん、一番変態プレイ、うん、どうかな、米田でやった、米田でマジ待って、ここまでこのカメラで米田でやったって言ってあげて、米田でやったって、こっちのカメラでマジかよ、ちょっと待って、飲食店うん、すごいでもそんなわけないよね、そんなわけない、じゃあなんか一番端っこの奥で、でそういう気分じゃなかったけど、たまたまあの自分がそのすぐ脱ぎやすい格好、相手も相手で、でなんかこうなんかマジマジちょっと獣感入ってて、おお獣感、カメラだなみたいな、どういう時に獣感で、そのこれ大丈夫いやあの多分あの面白いね、まあ子がつく飲食店からあのクレームが来ないことを祈っております、そうですね、はい、いやでも変態かな、あれはさすがに興奮しますね、やっぱりそのなんか周りにその人がいるとか、うわなんかあれ、こみつ入れに来るんじゃないですか、うん、なんか変態かなみたいなっていうのがあって、あ、ウェイトレスなんだから、そう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 、なんか来るときに、あ、見られちゃってるかなあみたいな、でもワンちゃん見られてもあえてこう結合、あの、捨てるときにこう見たいよね、見られたいよね、こう入ってるときに見られたほうが、本当は見られた、本当は見られた、それがなく上に乗っかってる感な感じなんですかね、いや、もうそれもすごい不思議で、また一緒で、うん、それもちょっと話してよ、話してよ、その体勢もなんか自分も初めてなんじゃないかなっていうぐらいで、なんか不思議にも不思議な体勢、なんかこう隣に座ってて、でまあその寝バックの座ったまま、寝バックの座った、要はあのお互いが普通、まあテーブルがあって周りから見たらお互い普通こうだけど、多分下半身だけがこうなったんだよね、でこういうこと、お互いにこう二人ともこうくねってる状態で、ここだけが結合してるという、でもそこもなんか激しくはやっぱできないから、ここでもスローモーションな感じ、スローセックスでもなんかスローの方が個人的に好きかな、エロいね、それ分かる気がする、味わいそれ分かる気がする、なんだっけ、ゆっくりね、あのポリネシアンセックスだっけ、あこれポリネシアンセックスだから、なんか3日間ぐらい結合するみたいなあれが近いものを感じます、ただまあ飲食店なので ね、あのそうですかね、でもなんか、でも最近の商品出てたらもうそれかなと思って、確かにそれはあの時間帯的に何時ぐらいだったんでしょう、ね、夕方です、あ夕方じゃない、あの3時のコーヒーかな、3時のやつの時間、3時のセックス、もちろんそこってお子様も入れるとこですか、いやもうさすがに空気読むよそこあんま入れるけど、でもあの一応タバコ吸えるコーナーだったから、ああなるほど、まあ奥様いたらさすがに空気読むよ、面白い、危ねえ危ねえ、もういろいろ危ねえ番組好きだわって来てますよ、やったね、せなちゃんかわいいって来てます、せなちゃんかわいいよ、自分で言っちゃうんだけど、いつもかわいいです、いつもかわいいですね、ああもうニコニコかわいい、みちるさん、まだ、あ、みちるさん、何者かが何者ですか、何者ですかっていう、うん、そのカテゴリーで何なんですって言えないんですよね、くせ者です、くせ者、けて者、くせ者、けて者、
本当に。でも多分ですけど、ものすごい性格が素直で、すごい優しい方なんだと思います。彼優しいですよ。うん、優しいよね。うんね、女の子の友達がこんなにこう濃くね、いるっていうことは優しいということだと私は思うので、ね、クリスマス会3人でしたもんね。あれ今年したよ、去年か、去年したよね、3人でね。誰がサンタクロースだったの？誰もいなかった、プレゼント来なかった。サンタももう変態すぎて逃げちゃったって。そうです。最近山田さんは何か変わったことしました？変わったことはセックスでも、いやでもそうですね、どうやら最近変態したこと、変態したことは全く、うん、やっぱそのアナルとか、いいんですか？よかったでしたっけ？アナル OK です。が本当に別に興味ないよとかやっぱ言うような人、若い子とか、うんうんうん、をやっぱちょっとこの世界に導き出すのがやっぱちょっと開発みたいな、開発がすごいハマって、仲間入れちゃった。そう、仲間に、そう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 、やってたぐらいかな。楽しいですよね、やっぱ。そうですね、結構やっぱりあの、ね、女の子に責められるのは好きだけども、うん、アナル興味ないっていう方でも、うん、興味ないじゃなくて怖いだけなんだと思う。あ、指入れが、うん、そう、あの痛いんじゃないかとかね、うん、下手な子にやられると痛いんですよね、うん、実際ね。だから、でも怖いって言うとダサいから、男の意地として、いや興味ないよみたいなことを言ってるんじゃないかなって私は思うんですけどね。だから触りだけとか言うと、だんだんなんかその気になってくるじゃん。そう、わかる。あの、舐められるのはね、みんな好きだものね。そうそうそう、意外とね、くすぐったいとか言いながらも ね。絶対得ですもん、やっぱどっちもね、いいって思う。男性で、うんね、男性もね、もうちょっとこう女の子に開発された方が、うんね、楽しいのかなと人生、うんうん、思います。イエー、そうね、間違いない間違いない。めっちゃカメラ目線で言いましたね。結構ね、みんなその道に入ってきちゃいますよね、意外と、うん、初めてでも、ね、うん、本当に、うん、ね、ハマってくれて、それで通ってくれる人とかも結構多いかもしれない、うん、ミチェルさんはもちろんもう女の子にもうね、多分モテモテだから、まあ、こういうお店に行くってことはないですよね。いや、たまに。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 初めて。そう、皆さん、聞いてください。こんなにイケメンでね、自分に自信がこうあるって感じの、うん、こんな素敵な人でも来てくれるんです、お店に。すごいね。ね、皆さん、分かっていただけますか、うん、ちゃんとご予約して、ね、真面目に。来てくださってるんですよ。そう、だから恥ずかしいとか言ってね、こう見るだけ見て、結局お店には電話できなかった、女の子に会えなかった、うんうんうん、でモンモンしてるんだったら勇気を出して一回名古屋 M 生館デリバリー、こちらの方にお電話してみてください。あのね、指定のホテルとかもありますので、ちょっとね、安めにね入れたりとか、そういうのもありますので、割引もね、ありますしね、イベント、そうなんですよ、普通じゃ味わえないようなね、快楽、快楽がたくさん得られるっていう有名なね。いいね、いろんなタイプの女の子がいますしね。行かなきゃ損、行かなきゃ損、来ました、ありがとうございます、山田さん、行かなきゃ損です、本当に。そうですね、もう自分でね、あの処理できるだけでもいいやっていう人ももちろんいらっしゃると思いますけど、まあたまには自分にご褒美で女の子にね、こうこね、奉仕されたいっていうのは、うんうんうん、ぜひ M 星館デリバリーまで待ってますよ、はい、ご連絡ください、お待ちしています。